大きな荷物やお土産を持った人たち。今日の鳥取空港は年末年始をふるさとで過ごした人たちでにぎわいを見せていました。明日から塾で東京に帰る。おじいちゃんと運動したり。また中には昨日羽田空港の滑走路で起きた航空機事故の影響を受けた人の姿も見られました。何時からこちらにいらっしゃる？6時過ぎかな、はい、7時発が10時15分だったかな、はい、全日空では鳥取から羽田へ向かう便はあさってまで全ての便で満席かほぼ満席となっています。